いえ、今日はもうほぼ終わりです。ありがとうございました。会長、私たちももうすぐ終わります。そんなことさせられません。少しは休んでください。会長、私たちももうすぐ終わります。だからもう同好会の方に行っても大丈夫ですよ。ありがとうございます、宇月さん、さつきさん。そうだ、お二人に聞いてほしいことがあるのですが。何ですか？実はファンクラブに興味を持っていまして。お二人はもし私がファンクラブを作るとしたら。会長のファンクラブができるんですか？すごいすごい。いえ、まだ作ると決めたわけではなくて。ついにこの時が来たというところですね。私、前々から会長のファンクラブがあったらいいのにと思っていたんです。会長の素晴らしさが広く知られることも大事ですが、深く掘り下げられる場所も欲しいですから。掘り下げられる場所ですか。なるほど。ファンクラブができたら絶対入りますけど、会員番号が1じゃなかったら泣いちゃいます。え、私が一番のファンだって思えないのは困る。そういう見方もあるのですね。でもファンクラブでしか見られない会長は見たいでしょ、さつき。そりゃもちろん。でも複雑なんだよ。うずきは平気なの？私は会長の良さをみんなで分かち合いたいわ。私は独り占めしたい。あのまだ決めたわけではありませんから、喧嘩は。黙っててください、会長。はい。